2023年新東京サーキット NTC カップシリーズ第4戦マックスマスターズクラスの決勝ヒートとなります。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファエネフォメーション株式会社様、株式会社エイコー様、有限会社ベア様、株式会社ビプロス様、住友ゴム工業株式会社様、以上のご協賛により開催しております。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバーは39番テコルサ伊藤隆。このまま行けばパーフェクトウィンということになります。そしてフロントローセカンドグリッドからのスタート、ゼッケンナンバーは28番フラワーペイメントレーシング若浜慎之介。そして3番手からのスタート、ゼッケンナンバー7番レブレーシングチーム清水健一。4番手からは23号車テコルサ藤本拓司、5番手からは1号車テコルサ高畑重隆、6番手からはチームグローバル19号車土屋育夫。以上が上位6台となります。7番手からはゼッケンナンバー5番テコルサ魚見浩太、8番手からは9号車テコルサ石田ひたる、9番手からは29号車町田ジョージレーシングスクエア現、10番手から62号車パワーワークス佐々木真一、11番手からは10号車テコルサ越水聡、12番手からは55号車テコルサ阿部光。以上12台で周回数14周にて行ってまいります。さあここで阿部光がグリッドにはついたもののエンジンがかからないということで、これはピットスタートになりそうだ。そして石田来たる、そして越水聡、この2名はピットスタートとなりました。さあマックスマスターズクラス、今回飛び込み参戦となりました伊藤隆選手がいきなり予選ヒートポール獲得、そして決勝ヒートもポール獲得となりました。まあ、何を隠そうこの伊藤隆はご自身がレーシングドライバー、そしてレーシングインストラクターとしても活躍しているドライバーですので、まあ、逆に言うとね、これぐらいの強さを見せてくれなければというところになるでしょうか。さあしっかりと強さを見せてまいりました伊藤隆がこのまま逃げ切るのか。しかしその隣には今日終始絶好調の若浜慎之介がつけております。さあただ風が強く吹いてまいりまして、また雨が降ってくる可能性もありそう。難しいコンディションでの決勝ヒートとなります。これはそろそろ雨が降ってくるかもしれない。あ、降ってきた、もう雨が降ってきたという情報が入ってまいりました。さあそんな中隊列は整いまして、今6コーナー立ち上がってまいりました。これは前車スリックでのスタートということになりそうです。さあ隊列が今ゆっくりゆっくりとモナコから立ち上がってまいりまして、マックスマスターズクラスの決勝ヒート、隊列立ち上がってまいりました。レッドシグナルはブラカート、レーススタート。さあ1コーナーホールショットは伊藤隆、アウト側で若浜慎之介が粘る。さあ1コーナーは全車クリア、クリアしていきました。さあ2コーナーも止まる車なく抜けていきます。ただ雨足がどんどんと強まっていく。あー、これは3コーナーで2台が接触、スローダウン、なんとかレースには復帰していきます。さあ先頭の伊藤隆のこれは腕が光りそうだ、こういったコンディション得意そうですもんね。さあそういった伊藤隆が後ろを引き離しながら今6コーナー、そして2番手には若浜慎之介、3番手には清水健一がついております。4番手には藤本拓司がつけているように見えます。その後ろは土屋以降でしょうか。さあこれ越水ですか、10号車越水がまさかのピットスタート、最後尾スタートの越水聡が
なんと4番手まで上がってきている。どんなミラクルを使ったのか、小清水聡。一昨年のチャンピオンドライバーは伊達ではありません。さあここで戻ってきてしまったのが62号車佐々木真一。今回久々の参戦ですが、マシンをピット、パルクヘルメ戻してまいりました。さあレースは今1ラップ走行終了したばかりです。先頭は伊藤隆変わらず、そして2番手が今入れ替わるモナコで清水健一が前に出るが、これはマシンを止められるか。そしてこれ上がってきているのは10号車の小清水です。レースは残り12周、先頭は39号車伊藤隆変わらず、もうこれだけの走りを見せたらこのまま逃げ切りとないでしょう、マックスマスターズクラス。しかしその中でどんどんとレースを追い上げてきているのが10号車の小清水聡です。さあ小清水聡が今2番手3番手に清水健一、7号車その後ろに若浜慎之介、そして藤本拓司、この4台がワンセット、今2番手争いです。さあ雨足は少し弱まりまして、今コースコンディションは平行状態といった形でしょうか。2番手争いをしていた4台が少しばらけまして、小清水聡が伊藤隆を追いかけ始めます。3番手には清水健一、その後ろ若浜慎之介28号車、そして23号車藤本拓司が今5番手、後ろが少し離れまして9号車の石田光、そして1号車高畑重隆が7番手、なかなか這い上がってくることができない。そして8番手には19号車土屋育夫、そして9番手には5号車魚見幸太、10番手松田ジョージ、そして11番手阿部光はこれはピットに戻って1回また戻ってまた出てきたか。そうですね、阿部光いますね。さあマックスマスターズクラスの決勝ヒート、現在4ラップ走行終了、5ラップ目、先頭の2台は集団から離れまして、現在3番手争い清水健一、その後ろ若浜慎之介、藤本拓司、この3名が3番手争い、ワンセットという形になっております。マックスマスターズクラス現在5ラップ走行終了、6ラップ目と入ってまいりました。さあ現在3番手争いをしております藤本拓司、現在ポジション5番手、このドライバーですが普段あまり練習していないので、レース日や決勝後半でやっと目が速さに慣れてきます。でもその時は体力が尽きているかもと言っておりましたが、今日の雨コンディションは体には優しいはずですということで、藤本拓司さあここから這い上がってくるんでしょうか。この藤本は夏のレース参戦となりまして、冬の間は冬眠していたそうです。ということで今回は久々の参戦ということで、気楽に楽しみますというコメントをいただきました。そんな中で今3番手争い5番手走行中となります。ただその後ろの石田光がこれはレースファーストテストを更新していく、9号車石田光、今6番手のドライバーが43秒869でレースファーストテストを更新していきました。さあそんな石田光がここから這い上がっていくことができるのか、速さがあればと言いたいところではありますが、ただ5番手の23号車藤本拓司がかなり離れておりますので、3番手争いがバトルをすればもしかしたら石田光が追いついていくかもしれない、そんな形かもしれません。じゃあそんなマックスマスターズクラス、今9番手を走っております魚見幸太選手、パリピ選手権関東大会優勝ということでね、パリピなドライバーではありますけれども、さあ今日はちょっとペースが上がってこないか、魚見幸太今9番手を走行中です。さあそして伊藤隆が現在先頭走行中、2番手は小清水聡、ペースとしてはほんの少し小清水が
上回るんですが、ただもうこの差 4.6 秒空いておりますので、決勝ヒートの中でこれに追いつくのは厳しいというところになります。レース14周のうち今8ラップ走行終了、残りは6ラップとなります。さあこの伊藤隆はレーシングインストラクターなども務めておりますけれども、今度ですね11月の19日新東京サーキットを貸し切って初心者でもレース経験者でも楽しめるイベントを開催しますということでね、こちらおそらくまだ募集を受け付けているということなんではないでしょうか。この伊藤隆の走りに興味があるという方、参戦してみてはいかがでしょうか。さあマックスマスターズクラスの決勝ヒート、周回数は現在8ラップ走行終了、先頭の39号車伊藤隆戻ってまいりまして、これで9ラップ走行終了。ここで伊藤隆がレーサーステストを更新していく。これどんどん乾いてるんですね、コンディションがやはりどんどん乾いていっている状況ですので、グリップを取り戻していっている。確かに見るからにですね、コース上の黒い部分がどんどんと消えていきます。このマックスマスターズクラス、スピードレンジが速いクラスになりますので、どんどんと走れば走っただけレコードラインは乾いていくということになります。つまりレコードラインの外はまだ濡れていますので、バトルが難しい、そんなコンディションで現在3番手の7号車清水健一の後ろ、28号車若浜慎之介がかなり近づいてきている。若浜慎之介どこかで勝負をすることができるでしょうか。この2人がバトルをすれば藤本拓司23号車もこのバトルに加わっていく。さあレースは残り、おっとここで1コーナー動くか、若浜慎之介ライン取り変えましたが、これは飛び込むことができません。さあ清水健一に対しまして若浜慎之介、もう清水健一といえばね、3年前ぐらいにはもう本当に優勝争いをしましたし、チャンピオンもね、もちろんこのマックスマスターズクラス過去に取ったことがあります。そんなドライバー、少しねカートお休みする期間がありましたが、復帰して速さを見せております。その清水健一現在3番手、そのすぐ後ろに28号車の若浜慎之介。さあ若浜慎之介、ここまで来たらぜひね、トライをして終えたいという気持ちあるんではないでしょうか。そしてワンチャンあれば表彰台です。さあ表彰台ですか。この若浜慎之介はね、前どのクラスでしたっけね、前回の第3戦で表彰台獲得をしているんです、第3位。さあ再び表彰台なるか若浜慎之介、目の前には清水健一。レースは残り3ラップ、雨は一旦止みました。路面コンディションは乾いていく状況。さあ若浜慎之介6コーナーで飛び込みました。さあ若浜慎之介に対しましてクロスを取っていく清水健一、モナコ勝負。いやここは引きました清水。さあこれで若浜慎之介が3番手に浮上です。さあ3番手は 7号車の清水健一をかわしました。28号車若浜慎之介、フラワーペイメントレーシングが3番手に浮上です。レースは残り2ラップ。さあ清水圭一は4番手に下がりましたが、ここで引き下がるような男ではありません。さあ清水圭一が4コーナーで仕掛けるか、早めに仕掛けていきますね。これつまり速さ的にはちょっと追いつかないと判断したんでしょうか清水圭一。さあしかし前に出ることができない7号車清水圭一、目の前には28号車若浜慎之介。マックスマスターズクラス先頭の伊藤隆がファイナルラップへと入ってまいりました。さあファイナルラップ、3番手は今28号車若浜慎之介。さあここで清水健一はファイナルラップ動くんでしょうか、それとも動けないんでしょうか。まずは1コーナーから2コーナー前半は動かなそうです。清水健一、若浜慎之介に対して4コーナーで飛び込んだ。そしてマシンをきっちり止めまして、3番手に浮上したのは清水健一。マックスマスターズクラス、そして6コーナーで若浜慎之介再び飛び込む。そして先頭の伊藤隆が戻ってまいりまして、トップチェッカーは伊藤隆、そして2番手が小清水聡、そして3番手は若浜慎之介が守りきりまして、マックスマスターズクラス3番手チェッカーは若浜慎之介、4番手には清水健一、5番手藤本拓司、6番手石崎樽、7番手高畑重隆、8番手土屋一子、9番手町田ジョージ。
そして10番手魚見コーサー、11番手阿部光となりました。さあ、それでは伊藤隆選手トップチェッカーおめでとうございます。ありがとうございます。どうもスーパー耐久に参戦しています伊藤隆と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今回飛び入り参戦ながら素晴らしいレースでしたね。そうですね、もう何よりもまず最初に言いたいのはこのテコルサというショップがいかに素晴らしいか。スポット参戦なんですけども、見てください、これは僕の力じゃないんです。見ての通り車が速かったですよね。そのセットアップ能力もテコルサは非常に長けてます。勝ちたいよって人、そしてシニアマックスにもエントリーしたいよっていう人で、マスターズもいいなっていう人でも、ちょっとレース始めたばっかりだからまずはマックスライツから行こうかなっていう人も全然募集してますので、ぜひ来ていただいて、もう明るくアットホームなチームですので、はい、もうこれからカート始めるという方、ちょっと移籍しようかななんて考えている方もですね、全然遠慮なくまずはお問い合わせしてみてはいかがですか。いいカートがありますよ。はい、はい、そしてそんな伊藤選手は今度秋には面白そうなイベントを企画しているとお伺いしました。そうなんですよ、ちょっとまだは詳しいことは言えないんですけども、11月の某日にですね、ちょっと貸し切りを考えてますので、この NTC カップのようにガチで争うのもいいと思うんですけど、ホビー色ちょっと強めな、いっぱいレースができて皆さんと一緒にスキルを高められたらなと思ってますので、僕もまだまだですので皆さんと一緒に、腕を上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。内藤隆選手、見事トップチェッカーおめでとうございました。ありがとうございます。あとゲインの関口社長、ありがとうございます。おかげで勝てました。ありがとうございました。見事トップチェッカーおめでとうございました。